マーク・ミラーは、スコットランド出身のコミックの脚本家である。コートブリッジで生まれる。4歳の頃、現在は、特別支援教育に従事する兄のボビーの影響により、コミックを読み始める。1980年代後半、ティーンエイジャーの頃に、アラン・ムーアと出会い、漫画家を志すようになる。漫画家としての、初めての仕事は、高校時代のセビアである。 1990年代に入ると 2000AD ソニック・ザ・コミッククライシスのタイトルを手掛けた。イギリスでのミラーの活動により DC コミックスから注目を得て1994年にスワンプシングでアメリカンコミックデビューを果たす。その後も JLA ザ・フラッシュ・アズテックを手掛ける。2007年のミラー。2000年に DC のインプリントである ワイルドストームのザ・オーソリティをウォーレン・エリスから引き継ぎ、商業的に成功を収める。スーパーマン、レッドさんを最後に DC を離れた。2001年よりアルティメット・マーベルでアルティメット・エックス・メンを開始させる。2002年にはザ・ウルタマッツを手掛け、後にアニメ映画化もされた。アルティメット・エックス・メンは33号で降板し、その後はマーベル・ナイツ・スパイダーマン。 アルティメット・ファンタスティック・フォーを手掛けた。2006年にはミニシリーズシビル・ウォーを執筆し、2008年よりファンタスティック・フォーマーベル1985を手掛ける。他にウルバリンのストーリーオールドマン・ローガンを執筆している。ミラーはアイアンマンのジョン・ファブローに脚本のアドバイスを与えた作家の一人であり、ヴィランをマンダリンからアイアンモンガーに変えるというアイデアを出した。 ミラーとウォンテッドの共同作者のジェイジー・ジョーンズ。2010年10月2日、マンハッタンのビッグアップルコンベーション。2004年に出版社ミラーワールドを立ち上げる。ミラーワールド作品には、ウォンテッド、チョーズン、ザ・アンフニツ、キック・アス、ウォー・ヒーローズがある。ウォンテッドは2008年に、アンジェリーナ・ジョリー、モーガン・フリーマン、ジェームズ・マカボイ出演で映画化された。また、 キックアスは2010年にマシュー・ボーン監督により映画化された。さらにウォー・ヒーローズもマイケル・デルカ製作での映画化が発表されている。グラスゴーに住んでいる。カトリック教徒である。フリートウェイ・タイトルズ・パブリッシュド・バイ・フリートウェイ・インクルード、小学館集営社プロダクション観光ビレッジブックス、観光。ありがとうございます。